CR25 渡辺です。先日 YouTube Works Awards Japan 2024で CR25 の2つの動画広告がファイナリストに選出されました。 YouTube Works Awards というのは YouTube で高い広告効果を獲得した動画広告を表彰する Google 主催の広告賞です。今回は、そのファイナリスト作品の一つである私のリゲイン1週間に広告主としてスポンサードいただいた、第一三共ヘルスケアダイレクトのお二人とともに、これまであまり公にしてこなかった CR25 の、広告サービスについて紹介したいと思います。ということでお二人よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず簡単に第一三共ヘルスケアダイレクトさんの会社紹介と自己紹介をいただきたいなと。第一三共ヘルスケアダイレクトについては第一三共ヘルスケアの通販事業会社になってまして、私がですねブランド戦略本部、はい、ヘルスケア課というところの課長をしています森本と申します。よろしくお願いします。お願いします。リゲイントリプルフォースの担当をしております大久保と申します。よろしくお願いします。我々の番組の中でこう何回もこう紹介してるのでもう知ってるよという視聴者の方も多いと思うんですけど、簡単にぜひリゲイントリプルフォースの紹介もいただければなと思います。はい、リゲインと言いますと黄色と黒の栄養ドリンクをイメージされる方も多いかと思いますが、こちらのリゲイントリプルフォースにつきましては、時代の変化ですとか、ライフスタイルの変化に合わせまして疲労のメカニズムに着目して新発想のもと開発された錠剤タイプのリゲインシリーズとなっております。疲れてから、飲む栄養ドリンクとは違ってこう疲れを予防するとかそういう、思想が強い商品になっているということで、この商品を起点に広告を展開させていただいたと。私のリゲイン1週間っていうのは合計ちょっと8回タイアップコンテンツやっていただきまして、ここに出ている皆さんビジネスパーソンと呼ばれる方々から本当にタレントの皆さんとか、あとはここに載せられてないところで言うと小原雅子さんとか、あとは藤本美貴さんにご出演いただいて、いろんな人のリゲイン1週間というものをインタビューするというタイアップをやらせていただきました。でその取り組みがですね、今回 Google の広告賞の、ベストセールスリフト部門というところでファイナリストに選ばれました。でこれは売上拡大という、ビジネス目標の達成に貢献したキャンペーンを、表彰するという取り組みで、なのでちゃんと売上貢献できた広告になったというところを評価いただきました。じゃまずですね、今回のこの取り組みをちょっと通じてどんなことをやってきたのかっていうのと、あとそこのご感想をお二人にいただきたいなというふうに思っております。 CR25 の広告の特徴というのは、運用型メディアタイアップ広告というものでして、通常のメディアタイアップですとコンテンツを制作してそれを掲載公開して終わりっていうものが多いと思うんですけど、我々の場合はそこだけではなく、そこからこう派生したコンテンツをたくさん作ってそれをさまざまなプラットフォームに合わせて運用していく、それで高い広告効果を追求していくという広告が我々の特徴かなというふうに思ってます。まず広告のすべての源泉になるのはやっぱりこう取材撮影のところでして、出演者の方がいてその方に我々からリゲイントリプルフォースの紹介をさせていただくと、それを編集した長尺の長尺の動画を YouTube に出すっていうところがまずあって、これおそらく皆さんにね見ていただいているコンテンツになっていると思うんですけど、でそれだけではなくてそこから商品のプロモーションにつながる部分を切り抜いてですね、短尺の動画にしてそれを YouTube だったり Facebook だったり、あと場合によっては TikTok とかね、インスタとか、あと X とか TVer とか ABEMA とか、あとタクシーとか、なんかそういうところに商品のプロモーション動画をこう流して配信していく、あとはそこからバナーとかランディングページの方にそのコンテンツの内容を使ってより広告効果を高めていくみたいなですね、このワンソース1個の取材からできた素材をマルチにいろんなプラットフォームに展開していくと、こういうサービスになっているところが特徴かなと思います。メディアタイアップってこれまで結構やられてきたと思うんですけど、こういった形のサービスの全体像になっているっていうのはなかなかなかったですよね。まず取り組む前にこういう座組だということを知らなかったというのが正直なところですね。なるほど、我々もこれ最近仕上がりまして、一緒に取り組ましていただいている中で、まさに御社と一緒になんかこの座組を作り上げていったっていう感じはあるんですよ。始めるきっかけっていうのは我々の他のブランドでお取り組みをさせていただいてたと思うんですけど、そうですね、ブライトエイジホワイト、ブライトエイジホワイトだと思います、シミケアの、そうです、商品ですね。そこである程度この新規送客のインパクトがあるかもねという話がありつつ、素材の二次利用ということでバナーとか、
こういったところで、まあ、CTR も上がるよねみたいな、はい、なんかそういうお話を聞いていたので、はい、すごく興味はあったんですけれども、はいはいはい、どちらかというと点で、うん、そういった施策をやってるっていうような印象で、ここまで線につながってるような印象っていうのは、はい、やってから、まあ、一緒に作り上げていけたのかなっていうような、はい、印象を持ってますね。そうですよね。実際にそのタイアップ自体は先ほど渡辺さんおっしゃってたみたいに、はい、どちらかというとこうあるところに興味ある方が見に来るような言い方難しいんですが、はい、プル型的な、はい、あのものなのかなというふうに思うんですけど、うんはいはい、まあ、今回取り組みをやっていく中でそのプッシュ型っていうんですかね、うん、伝えたい方に届けるっていうような座組だったので、はい、そこがあの非常に他のタイアップの施策とは違う点かな、特徴かなというふうには思いました。確かに今おっしゃっていただいたのはちょっと営業トークで使いたいかもしれないです。確かにプル型とプッシュ型がなんか混ざったような施策だなと思ってて、うんね、だ本来はメディアに視聴者とかユーザーがたくさん溜まっていて、そこにコンテンツ掲載して見せるっていうところが中心になる、うん、まあ、これを多分プル型っておっしゃってるんですけど、はい、ただそれだけではなくてそれを求めるターゲットに配信していくっていう、はい、まあ、プッシュ型がこう混ざっているっていう、なんかそういう作品になっているっていうのは確かに今おっしゃっていただいて言語ができたなっていうふうに思いました。ありがとうございます。一番初めは多分まあ堀江さんから取り組ませていただいてっていうのでいろんな方やらせていただきましたけど、この施策のなんか反響とかがどうだったのかっていうのは所感含めて聞いてみたいなと思うんですけど、大久保さんに聞いてもいいですか。そうですね、なんか非常に周りからの反響というのがすごく正直当初私が想定していた以上に大きかったなという感じは持ってまして、例えばまあ社内でもなんかちょっとその廊下で会った人に、そういえばこの間新 R25 のあれ見たよとか、はいはい、結構なんかあれ良かったよみたいな反響はすごくいただいてたり、はい、もちろんお客様からの反響としましては、もちろんそれがまあ購入だったりとかですね、そういった面での反響ももちろんございましたけども、やっぱりなんかそれ以上に私本当に周りからの反響で、はい、あやっぱりなんかすごいなっていう印象は持ちました。あ嬉しいです。周りの方からあの施策見たよっていうふうに言っていただいたと思うんですよ ね、はい、もう単純にコンテンツとしてなんか楽しんでいただけたかなっていうのはすごく、はい。で森本さんどうでした。同じですね。あとお客様から実際に声をいただく機会も多くてですね、はいはい、動画をきっかけに興味を持ってくれたっていうような、はい、そういったあのお客様の声が非常に多かったんですね、はいはい、なかなかこうプッシュ型というか伝えたい方にこう発信をさせていただいて、で結果的にその動画が30分あるんですよね、はい、30分ぐらいある動画、あそう一番左 の、 あの長尺の動画 は、はい、の動画は30分40分ぐらい、ぐらいある。これを最終的にどれぐらいの方が視聴完了していただけたんですかっていうことを聞いたときに、はい、2割ぐらいいらっしゃると。2割の方が30分40分のものを見ていただけると、うん、そうですね、もっと高いときもありますね。ですよね、はい、こちらからこう届けるような形でそこまでの視聴完了されるっていうのが、ここがまずすごく驚く率直な、うん、はいはい、部分ですね。ありがとうございます、はい、確かに我々のコンテンツの、まあ、特にやっぱり普段あのセールストークにさせていただいているところはやっぱり視聴完了率が高いっていうところで、うん、いかにその視聴完了されるコンテンツかっていうのが、まあ、YouTube 上で伸びるコンテンツの基本的なロジックになってるんですよ。なのでそこをまあ追求しているっていう、まあ、その流れに乗せて商品紹介までこうスムーズに流れ作っていくっていうところがあるので、うん、そこに関しては高い数値を出せてよかったなと。なんか我々からすると見えない反響みたいな、うん、なんかそういう印象です、ね、うん、なるほどなるほど。こんなにたくさんの方に見ていただけたのかというのは、うん、はい、すごく驚きの反響ではあります。嬉しいです。普段本社がやられているプロモーションって主体が第一三共ヘルスケアダイレクトさんになると思うんですけど、今回そのメディア施策というか我々の施策になると結構主体が我々になって第三者的な紹介になっていくと思うんですけど、そこの所感何か感想あれば聞きたいなと思うんですけど、そういう意味ではおそらくまあ今回そのタイアップさせていただいてということで、はい、いわゆるどうしてもその我々が主体としてまあ広告プロモーションやっていきますと、やっぱりどうしても企業色が強いとか商品を売りたいというようなところが出てきてしまうところが多いかと思うんですけども、はい、今回新 R25 さんで、まあ、このメディアを通じてという形でお取り組みさせていただいて、はい、まず本当にまあ先ほどもちょっとお話ししたんですけども、非常にまあコンテンツとして面白く見ていただけるとか、はい、今回ちょっと一つ健康という軸テーマでちょっとまあ連載化してみたいな形で進めさせていただいて、ね、非常にですね、まあ、お客様にその一つ
純粋にコンテンツとして楽しんでいただけるようなものをお届けできたという意味ではすごく良かったかなと思っております。自分たちでこの商品の凄さみたいなのを語っちゃうと、はいはい、どうしてもその手前味噌感みたいなものが出てしまうんですね、はいはい、で売りたいだけじゃないかみたいな自分のものがどうしても主体になりがちなところがあるんですけど、はいはい、まあ、今回の座組はこうゲストさんが中立の立場で忖度しなさそうなゲストさんが思ったことをこう素直にお伝えいただくような形になっていると思うので、はい、いいものも悪いものも素直に伝わるよねっていうのがありますよね、うん、であとはそのやっぱりそれを引き出すインタビュアーの渡辺さんのですね、引き出し力っていうんですかね、あのやっぱりここがやっぱりコンテンツ力を引き上げるっていう、まあ、その質問力の凄さっていうところは、うん、やっぱりあるなっていうのは感じますね。ありがとうございます、はい、もう本当に僕も第一三共ヘルスケアさんのね、もう本当に営業マンとして出てるような感じがあって、ありがとうございます。まあ、でも僕自身も今毎日飲ませていただいてるので、僕も第三者的に商品のことを紹介していく、でさらにまた別の第三者からコメント引き出すみたいな、そこに関しては自分たちのやっぱ特徴だと思って頑張らなきゃなと思ってやってるところだったんで、まあ、そこはご評価いただけて嬉しいなと。この取り組み、簡単に言うと1個の取材収録からいろんな広告を作りますよっていう、まあ、そういう形になってるんですけど、もう少しそれぞれの役割っていうのを、まあ、明確にしていくとですね、まず省略のコンテンツって結構その今回で言えばその健康習慣だったり、そもそも健康な体作りって大事だよっていう部分から啓蒙しているので、このファネルでいうところの認知のなんかもうさらに上っていうか、そもそも健康習慣大事だよねっていう啓蒙だったりニーズの喚起みたいなところから、長い尺の良さってちゃんと商品の理解までできるっていうことだと思うんで、なんかその辺が役割としてあるのかなっていうふうに思ってるところが長尺ですね。そこからいろんな短尺のコンテンツを作っていくんですけど、そこに関しては短尺といっても我々作るものって本当1分とか2分の尺で、なんか中尺みたいな感じなんですけど、そういう意味では理解していくとか高度形成をしていくとか、この辺に結構強いコンテンツかなというふうに思ってます。でさらにそこからバナーだったり最後こう LP の方で素材を使っていただいてっていうことになってくると、もうよりこの顕在層に対して一番最後の態度変容を促していくみたいなことになるので、全てのパネルがこれでカバーできるという施策になっているのかなっていうふうに思っております。でかつプラットフォームも、YouTube、MetaX、インスタ、TikTok とか、あとは Google、Yahoo とか、本当に広げると思ったらその商品の特性に合わせてどこまでも広げられるので、多彩なコンテンツフォーマットでフルファネルでマルチプラットフォームで展開できる施策になっているっていうふうに思っております。でここに関しても何かご感想などあれば聞きたいなと思うんですけど、森本さん聞いてもいいですか。とは言ってもですね、まあ、始める前はやっぱりアッパーファネル向けなのかなっていうのは、はい、すいません思っちゃってました。そうですよね、はい、なので、まあ、認知広げる、まあ、いいところ態度変容というか、はいはい、まあ、少し心を突き動かすぐらいの感じなのかなとは思っていたんですけれども、まあ、実際やってみて本当にその購買行動まで一気通貫したんですよね、はい、この2番3番っていうところですよね。短尺動画っていうところもかなり構想したのかなとも思いますし、まあ、バナー LP、まあ、このあたりはもう本当に最終的なその購買のところに非常に結びつく、最終的にここを見て買っていただけるっていうようなあの取り組みだったと思いますので、こういった企画って本当にそのミドルファネル施策的なことよく言われるんですけど、購買行動というところまであの結びついたっていう事例はあまり持っていなかったので、そこが本当に大きく見えたのは一つすごい成果だったなというふうに思います。よかったです。やっぱりマーケティングってこのファネルで言うと、できるだけ一番最後の目的に近いところからやっていくっていうのは鉄板じゃないですか。そうですね。ただ3番からやっていってこうちょっと手詰まりになったりしてる時にさらに上の方のファネルをやっていかなきゃっていう風になるっていう流れってあるじゃないですか。そういうのも御社の中にあったんですか、もともと考えとして。もともとはやはり購買行動を促すような、はい、いわゆる反則的な広告展開っていう、そういうものがもうほとんどを占めて、はいいました、はい、リゲイン
ってこうイメージ的に男性のイメージ強いじゃないですか。そうですね、栄養ドリンクで男性でっていう、はい、っていう、はい、なんですけれども、実際にお買い求めいただいているお客様を見ていくと案外女性が多いんですよ、はい、通常の広告展開では女性に購入いただいているっていうようなちょっとギャップがあったんですよね、はいはいはい。で今回その CR25 さんとの取り組みをしていく中で面白かったのが、我々が本当に買っていただくべきターゲットと思っていたその 4,50 代のビジネスパーソンの層が一気に増えたっていうところが結果として見えたっていうのがありまして、そこがすごく面白いなというか、今までできなかった取れなかったお客様、届かなかったお客様に対して今回すごく結果が出たっていうようなところが見えて手はいますね。それはやっぱ3番だけじゃなくてこう1番とか2番やっていくことの重要性っていうのもやっぱ感じますか？あ、そうですね、今までは3番ばかりをやっていたというところがあったので、はい、そこでうまく届いた響いたのが女性ターゲットだったんだろうなというふうに思ってるんですけれども、うんうんうん、ここの1番2番というところがうまくワークすることによって、はい、新しい別の本来行きたかったターゲット層というところがうまくそこに響いたというところの、事例になったのかなと思っています。これまた難しいのは2番はね、こう1番その購入まで一応矢印出してますけども、こう1番とか2番の施策だけやっててもコンバージョンまでいかないとこうなんか社内的な理解を得られなかったりってなんかよくあるのかなと思ってまして、評価がしづらいですよね、施策自体はなかなかですけど、やっぱりこう数字にこう見えてくると、はい、やっぱりインパクトとして捉えられるので、はい、あれなんかやった、はい、っていう会話がまず生まれますよね。よかった、その社内的なコミュニケーションとしてもちゃんと納得度をこう得られるようにしたいと思ってたんで、うん、大久保さん的にこういう施策の全体像に対して何か他にコメントあればぜひいただきたいなと。そうですね、ちょっとまあ重なる部分もあるかと思うんですけども、特にちょっとリゲイントリプルフォースという、まあ、商品自体がまだまだちょっと認知が低いという商品でございましたので、はい、まず CR25 さんとの取り組みの中でいかにこのちょっと商品認知の部分を上げられるかというのが一つのテーマだったかなと思ってました、うんうんうん、で実際まあ反響等々もありまして、おかげさまで先ほどまあ 4,50 代の男性の方にご購入いただけたという話もありましたけども、はい、また 4,50 代以外にも20代ですとか30代といった実は若い方々からの反響も大きかったり、はい、なかなかそのどうしても20代30代ぐらいになりますとリゲイン自体の認知率が非常に下がってしまうというようなちょっと課題もございましたので、はいはい、そういったところに、まあ、商品のまず認知をしていただいたというのは非常に大きかったかなと思っております、はい、しかもその認知だけではなくてその後の購入まで本当に若い方々もですね、まあ、息痛感で行動を起こしていただけたというのは驚きであり嬉しさでありみたいなところだったかなと思っております、うん、ありがとうございます。認知獲得するという中で認知の取り方っていろんなパターンがあるじゃないですか。例えばいわゆる既存のテレビ CM みたいにこう商品名をひたすら連呼してすり込むみたいなものもありますけど、我々の施策を通じたどういうふうな認知を形成できたんじゃないかみたいな手応えってあったりしますか？そうですね、動画の中でこのリゲイントリプルフォースというのが疲労の回復予防を中心とした商品にはなるんですけども、はいはい、まあ、単なる疲労回復予防の商品じゃないよというところですね、はい、ちょっとなかなかこの普段お伝えしにくいというかちょっと難しいような話をこう噛み砕いて、まあ渡辺さんの方からまあご紹介いただいたりという意味では単なるみたいなところから一歩抜け出したさらにちょっと深い認知までは持っていけたのかなと考えております。確かに今回まあ、商品特性がやっぱ透過っていうね、その疲労のメカニズムとして透過っていうのに着目してらっしゃるので、多分それを伝えてそれを対談相手の方からリアクションをもらってみたいな、ここまでがセットでやっぱ伝えていくっていうのが多分マストだと思ってましたので、うん、商品理解を伴う認知っていうことなのかなというふうに思いました、うん、はい、我々のその長尺の動画を作って我々の YouTube チャンネルだったりメディアに掲載するっていうのは一発勝負的なところがどうしてもあって、うん、まあ、それがすごくこう再生数が跳ねればすごく反響があるって、これがもちろん目指しているところではあるんですけど、毎回必ずうまくいくものじゃないっていうところで、このコンテンツ自体はものすごく反響があったとまでは言わないんだけど、ここで対談相手の方から出演者の方からもらったコメントすごく良かったよねみたいなものが多分あったりとかして、それをいかに活用してまあプッシュ型でこう届けていくかっていうところはこっち再現性があるので、それが2番3番につながっていくと思うんですけど、これやっぱ各プラットフォームでいろんな配信方法があって、同じ風にお金を使うにしてもまあリーチを最大化するとか、あとは再生数を最大化するとか、あとはいわゆるそのコンバージョン獲得を最大化していくとかっていう、こういろんな
配信方法が今優秀で揃ってるので、そこはニーズに合わせて配信方法も変えているっていう形でやっていました。この施策の中でも結構変えて配信していったりみたいなことを結構ご希望されてたなっていう印象があるんですけど、そうですね、はい、はい、長尺動画の役割はこれ、短尺動画の役割はこうしよう、はい、バナーはこうだよねっていうのは、はいはい、結構明確に持っていましたので、はい、それに合わせた配信手法というものは選択していましたね、うん、最適なクリエイティブが数作れるっていうところがやっぱり一番大きかったのかなとは思います、はい、よかったです。それは本当にこの案件通じて我々が勉強させていただいたなっていうふうに思ってまして、そのトライをさせていただいて本当にお礼を言いたいなというふうに思ってます。一案件でもやっぱいろいろ作ってまして、長尺の動画は視聴者の方にも受け入れてもらえるこうコンテンツにちゃんとしていくっていう、まあ、企画性のあるコンテンツにしていくっていう形ですし、短尺の場合は商品訴求のいわゆるこうなんかバナーをつけたりとか、はい、そういうトレーもいろいろさせていただいたり、使うシーンもいろんなところを使ってみてどれが効果がいいんだろうみたいな試させていただいたりとか、バナーも本当に相当なパターン作らせていただいたりとか、あとまあ LP に使っていただいたり、あらゆる形で効果を持っていくっていう、一試作でこんだけクリエイティブ作るとかってトライってこれまではありましたか？あまりないですね、うん、はい、なんか目的に合わせて作れるんだっていうのは、うん、はいはい、なかなかない取り組みだったんじゃないかなと思います。そうですよね、はい、今回最近入るのね、縦型とかそのあたりはまだあまりトライができてなかったので、今後やっていきたいなと思うところですけど、このあたりのいろんなクリエイティブ作るっていう感想、大久保さんにも聞いていいですか？そうですね、なかなかこういう機会なかったので、私自身も初めての経験でとても勉強になりましたし、うん、例えばバナーのコピーとかも、はい、実際にその撮影の時に出演者の方からなんかこう自然に出てきたいいフレーズを使ってみたいなところで、うんうん、なんかその辺がやっぱりコピーとしてもすごく我々が普段考えてるとなかなか思いつかないようなコピーとかでやっぱりこう展開できて、はいはい、それがやっぱりお客様からの反応も良かったりと、はい、いうところではすごくなんかいい座組だったなと感じております、うん、一緒に模索していったっていう感覚がすごい強くて、うんうん、そうですね、多分御社側でいろいろ試したものを我々側もこう吸収させていただいたりとか、我々側であこういうことやったらこうだったっていうのをまあ展開させていただいて、まあ、今後の御社側の PR のトライのノウハウにもなったんじゃないかなと思うんで、お互いそこはなんか勉強できたなっていうところはあったなというふうに思ってます。我々のこの取り組み全体でプラスのご感想、何かあることがあれば聞きたいなと思います。濃淡は一つ一つの企画にあるんですけど、はい、ある程度再現性高いなっていうのは感じましたね。嬉しいです。このパターンでいけばこうなるんじゃないかっていうところがある程度の精度で結果として現れるなっていうのは、はいはい、まあ、パターンが作れたっていうのは一つ強かったですね、今回連載っていう意味でも。確かにそれはそうですよね、うん、だから我々もこの1のところだけやってるときはやっぱどうしてもこのブレが大きくてですね、企画がハマって視聴者の方に受け入れられてこう跳ねるときもあれば、そうじゃないときもあって、ちょっとそれは悩みだったんですけど、そこやっぱカバーできたのは多分2番3番のところなのかなっていうのはあって、もちろんそのキャストの方との相性とかそこでやっぱどうしてもブレが出てしまうところはありますけど、大体なんか予測できて一定の安心感の中でご発注いただける取り組みであったってことですかね、はいはい、我々そもそも今回この私の理研週間っていう企画ですかね、特に長尺のこの企画をどういうふうに考えていくかっていうところもですね、ちょっとぜひ紹介させていただいて感想いただきたいなと思うんですけど、これざっくり言うともちろん健康サポート商品みたいな形になってくるので、うん、そういう商品自体最近とても多いじゃないですか、多分すごく健康ブーム来てるのかなって思っていて、じゃあなんか健康コンテンツを作ってそこをスポンサーとしていただこうって考えるのはなんかあまりにも雑すぎるというか、そこをすごく解像度を上げなきゃいけないっていうふうに思ってまして、で我々はそのクライアントさんの商品の魅力っていうのをまず第一に考えて、そこを起点にまあ企画を考えていくというのをやってまして、まあ、今回で言えば年齢に負けない強い体をっていうのがまあコンセプトとして打ち出していて、やっぱここを起点に企画を考えることでやっぱりその企画自体が商品の PR になるんじゃないかなっていうのを考えてました。でかつ1日2粒飲めばいいっていうこのなんか習慣としての続けやすさっていうのがあって、これも特徴だなと思ったので、じゃあこの年齢に負けない強い体を作るためのなんか習慣みたいなものをまあ企画にしようと。なので年齢に負けない強い体を作る習慣っていうのをいろんな人に聞いて、その一個としてリゲイントリプルフォースどうですかっていうような、こういう提案ができればなっていうふうに思ったのがまあ企画の入りですね。でかつ
このリゲインという言葉自体が元気をもう一回取り戻すみたいな、そういう意味を含まれてたので、それをさらに絡めて私のリゲイン習慣っていうコンテンツにして、企画自体がブランディングにつながればいいなと思って、まあ展開させていただいたと。なんかこんな風に初め企画を考えまして、ここに関してもなんかご感想というかあれば伺いたいなと思うんですけど、どうでしょうか。企画ももちろんそうなんですけれども、やってて秀逸だなって思ったのが、はい、ターゲットセグメンテーションっていうんですかね、はい、セグメントを決めるっていうところの過程っていうんですか、はい、ターゲットを決める、はい、ここがまず秀逸だったなっていうふうに思ってます。もう今回の企画の結構根本にあるものはターゲットセグメンテーションと、あとその方たちに対するコミュニケーションをどうするかって立て付けだと思っているので、はい、まあ、そこが一つ秀逸だったからこそこの企画が成り立ったのかなっていうふうには思ってます。今回その第三者性っていう話はあるんですけど、はい、誰かにこう偏りすぎないっていうところがやっぱりすごく大事だなと思っていまして、はいはい、まあ、今回そのビジネスパーソンっていうところが結構軸にはなってきたんですけれども、はい、ビジネスパーソンの誰々さんにとそのリゲイントリプルフォースっていうものがちょっとあまりにもこう執着しすぎないようにっていうところはすごく意識しないといけないなっていうふうに思っていましたので、はい、まあ、今回その連載という形でいろんな方を使ってできたっていうところがまた一つ広がりを見せた展開になったんじゃないかなというふうには思っています。はい、ありがとうございます。そう言っていただけると、はい、うちでたくさんやろうと思ってくれる増えそうなんでありがたいなと。大久保さんにもぜひ我々の企画に関してなんかフィードバックいただきたいなと。今回タイアップで一つその、まあ、習慣化みたいなものがテーマにあったかと思うんですけども、はい、実は今回のこのリゲイントリプルフォース自体もどちらかというとそのあ今日は疲れたみたいな日にグッと飲むとか、うんうん、そういった商品とはまたちょっと一線を画してまして、日々自分のですね、まあ、体のマネジメントですとか、はい、まあ、日々のそういったまあ疲労対策に使っていただきたいという商品になっておりますので、うんうん、そういった意味でじゃあそういったまあ習慣化、まあ、健康になるためですとか健康を維持するための実際著名人の方々はどういった健康対策とか疲労対策してるんだろうというのはおそらく気になっている方ってすごく多くいらっしゃるのかなというところで、はい、まあ、そういったところを深掘りして聞いていくと、まあ、それを一つの情報として視聴者の皆様方に提供できるというのは一つリゲイン の、 そのまあブランド価値といったらあれですけども、うん、まあ、ブランドを知っていただくというところの入り口としてはすごくいい取り組みだったなと感じております。ありがとうございます。リゲインさんという名前とちゃんと習慣というのを紐付けて、そうですね、今までみたいにこう一発元気になりたくて飲むというところから、うん、日々のこうヘルスケアに使っていただきたいっていうやっぱイメージを浸透させたいと思ってましたので、そう言っていただけて非常に嬉しいです。我々もやっぱりこういったタイアップ企画とか、うん、まあ、過去にもいくつかやらせてはいただいていたんですけども、はい、今回やっぱり結果的にこういったまあ連載化シリーズ化できたということは、はい、まあ、非常に良かったなと感じてまして、はい、やはりなかなか最初からもちろん連載化が決まってたというわけではなくて、はいはい、どちらかというとやはりこう反響が大きかったりとか、うん、まあ、我々の中でもちょっと手応えを感じたり、うん、というところからじゃあ今度こんな企画ができるんじゃないかとか、うんうん、例えば短尺化できるんじゃないか、うんうん、まあ、LP にバナーにみたいな話もあってこれだけ広がりが出てきて、まあ、結果的には全8回ですかね、うん、継続してできたというのは本当に非常に良かったなと感じております。我々も初めから長期というよりかは、うん、一番初めこれでやろうっていう中でなんか手応えを得てそれをシリーズ化していくっていうケース非常に多いんですよね、うん、もしくは3回ないし5回やってみようっていう中で仮説を持ってちょっとこういう訴求こういう訴求でいくつかやってみようって決めてやって、でその中で手応えがあったものがあればそれを長期展開していくとかっていうふうに結構小さいトライから始めてなんか大きな取り組みにしていけるので、今回もその形になったなと思って、そうです、ね、はい、私のリゲイン習慣も途中から考えましたから初めから決まってなかったびっくりしましたそういうスタートアップっぽいトライができるってこともまあご理解いただけたら嬉しいなというふうに思っております。そもそもお二人 CR25 に初めどんな印象を持っていただいてて、それがいいことでも悪いことでもいいんですけど、なんか変わったことがあったのかとか、その辺の率直な感想を聞いてみたいなと思ったんですけど、いかがでしょう。 R25 はよく見ていたので、フリーペーパーの、はい、そうです、面白いコンテンツを作るんだろうなっていうのがそもそもの印象ですね、はいはい、ビジネスメディアのちょっと柔らかい版のようなイメージです。なんか実践的ではあるんですけど、うん、はいはい、なんかもう少しこう仕事感とか、はい、人生感とか、はい、なんかそういうところを少し大事にしているような印象がありました。その
末端のノウハウとかっていうよりはなんか考え方とか、そうです、はい、っていうことですよね。あ、思いとか、それは嬉しいなっていうのは思いますね、はい、多分それ視聴者としての印象だと思うんですけど、はい、なんか広告としての印象って何かありました？ないです。 なくてこの取り組みを通じて、うん、まあ、理解してもらったっていうことなんですよね。あ、おっしゃる通りですね、うん、まあ、普通にタイアップはあるのかなぐらいのイメージです。この今一番のところとかのイメージ、うん、何かご紹介いただけるような YouTube のチャンネル内で、はい、素材が上がるのかなぐらいの本当に印象でしたし、はい、まあ、渡辺さんとかやっぱりこう作り手のこだわりみたいなのがある方なのかなと思ってたので、はい、あ、なるほど、ちょっと怖いイメージを持ってました。あ、なんかそんなの紹介できないとかね。意外と融通が効かないんじゃないかな、ちょっとストップみたいな、なんか そういうイメージがあったんですけど。確かに、はい、そこはすごい変わりました。確かに全力でもう商品をこうやっぱりどう魅力を伝えるから考えているので、そこはちょっと誤解解けてよかったです。大久保さんどうでしたか？そうですね、なんか新アブ25、はい、初めのなんか印象としては、私正直どちらかというとなんか若手のビジネスパーソン向けメディアみたいなイメージがすごく強くて、はいはい、私の周りでも比較的、まあ、若い年代の人たちがどちらかというとその仕事もなんかもう遊びもというかプライベートも結構全力で楽しんでるとか頑張ってる人が中心でなんかこう見てるようなメディアさんだなという印象は持ってたんですけども、はい、周りの反響を見てると、うん、実はそういった層だけではないなみたいなところがありまして、はい、40、50代の方も当然、うんうん、なんかすごく私が最初思ってた印象よりも見てる方多いんだなとか、うん、あとちょっとなんかプライベートなんですけど一番びっくりしたのがうちの奥さんが見てたっていうのがちょっとびっくりしましたけども、はい、なんかすごい一ファンだったっていうのがちょっと、はい、嬉しいです。びっくりしましたけども、はい、なんかやっぱマインドが若い方が多いんで、そういう意味では年齢層は幅広いんですよね、うんうんうん、ただ向上心だったり成長欲だったり、なんか新しいものを取り入れてみようだったり変化しようだったりっていうマインドがある若手の方から本当に 4,50 代の方までいらっしゃるんで、そういう意味ではこういう商品試してみようって思ってもらえる方は結構多いなっていう印象があるので、マインドが若いっていうふうに最近我々も定義し直していて、それが実態だなっていうふうには思います。最後に、本当にいろんなプロモーションやってきてる中で、我々の施策、この運用型メディアタイアップは、まあ、どういう広告主さんだったりどういう商品サービスだとお勧めできるんじゃないかなっていうところのご意見があればですね、最後にぜひいただきたいなと思うんですけど、今回はこの成功体験があるからこそ言えることなんですが、はい、今好調ですとか、うん、これからこの商品シーズンに入ってきますよとか、うん、なんかそういった製品にブーストかけるみたいなところで言うとすごくおすすめなんじゃないかなと思ってます。調子悪いから一発逆転っていうよりは、はい、あの好調さらにブーストかけて伸ばしていくぞっていう時に非常に効果が出やすいんじゃないかなというのは今回の取り組みの中では、うん、あの感じたところになってますね。加速させるってことですよね。そうですね。でもそれで言うと、はい、まあ、おっしゃる通りで、我々も場を作ってクライアントさんとその出演者の方をつないで紹介するので、正直その商品サービス自体が魅力的じゃないとですね、我々もこう営業マンになりきれなかったりおすすめしてその紹介できないってことがやっぱ往々にあるんですね。なのでそこがやっぱり PMF の段階でまだまだ仕上がってないっていう段階で、これで一発逆転でなんとかするは我々もやっぱりサポート難しいなと思うところがやっぱあるんですよ。今回はね、あの自信を持ってお勧めできたってことでいい結果になったなと、うん、大久保さんもぜひなんかこういう活用がいいんじゃないかっていうのはあれば。リゲインにつきましては、まあ、ちょっとあの課題として捉えていた一つが、はい、若年層の方々へのちょっとまあブランド認知が下がってるというのが一つ、はい、私が課題感として捉えておりましたので、はいはい、そこが今回の新ある25さんとの取り組みで若手の方々へのちょっと認知度とかも非常にまあ今回上がったというところで言いますと、はい、例えばやっぱりまあ昔からあるブランドだけど、はい、なかなか若い層に刺さってないよねとか、はいはい、なかなかちょっとそこまで伝えきれてないよねみたいなブランドをお持ちの企業様とかには非常におすすめかなと感じております。ブランドさんが大元のイメージからガラッと変えるって、こういろんなちょっとしがらみがあったり簡単にはできないっていう中で、プロモーションでその一端を我々がお手伝いして若い成長意欲のあるこうビジネスパーソンにリーチしていくっていうところは確かにお手伝いできる部分かなと思います。はい、ということで、あの今お二人が言ってくれたようなこうニーズを持っている企業さんだったり、あとは新 r 2 5の運用型メディアタイアップ広告、この取り組みに興味を持っていただいた企業の皆様はぜひ概要欄にあるお問い合わせフォームからご連絡いただけたら嬉しいです。
あとはリゲイントリプルフォースさんですね。あのちょっと疲労に悩んでる方だったり、加齢に負けないね、年齢に負けない体作りをしたいという皆様には本当にお勧めできる商品ですので、リゲイントリプルフォースもよろしくお願いします。ということで、今回我々のプロモーションにお付き合いいただきまして、2人ともありがとうございました。ありがとうございました。